はい、今回はですね、前回のホイールコートに引き続き、タイヤのコーティング剤をね、確認してみたいと思います。商品をね、ご提供いただきましたのは、バレンティージャパンさん。商品名はこの、ジュエルタイヤコートという新しい新製品です。タイヤワックス、コーティング剤ということなんですが、数々の、ね、コーティング剤いろんなメーカーさんからも出てますが、タイヤというのはやはりゴムでできてますから、あんまりその、ゴムの劣化が進むようなね、そういうものは使いたくないなということで、私もですね、タイヤに塗るものに関しては、気遣いしているというか、あんまり変なのはね、ちょっと使いたくないなと。そしてあまりにもその頻繁に使うというのもね、控えておりました。現在のこのタイヤの状態、洗った感じを見てみたいと思いますが、こんな感じ。特にね、油分がついてるとか、ギラつき感とかギラギラしてるとか、そんなようなね、形までは仕上げていません。ごく普通にタイヤのツヤとかゴム感はね、あるかなというような、そんな状態なんですが、ここに、ワックスを塗っていくということなので、今回このね、コーティング剤というものですが、まず製品については、日本製のもので、水性、油性のものとかもあると思うんですが、これ水性ということなので、タイヤに対する、攻撃性といいますか、浸透性とか、それは、さほど、強くないとは思います。どちらかというとタイヤに優しいものじゃないかなと、そんなふうに思ってますが、これをね、施工の方してみたいと思います。まず最初に、容器をね、よく振ると、よく振ってマイクロファイバークロス等にとってタイヤに塗るというようなね、そういう感じですが、前回のホイールコートと同じように、ウエスというよりはまずね、スポンジでタイヤのところに塗り広げて、その後ウエスで仕上げるというね、そういう感じにしたいと思います。まず適量ね、取りますが、こんなようなね、少しとろみのあるような、とろっとしたようなね、感じですね。タイヤに塗り広げる。タイヤのね、ツヤは出ますよね。これがね、どのぐらいの程度になるのか。タイヤがね、もうちょっとその厚いタイプならね、いいんですが、これ扁平率が低いようなタイヤなので、サイドウォールのところが非常に薄いんでね、見づらいかもしれないですけども、塗ってない時よりは当然ながらね、明らかに違いますよね。ツヤが出てくるというような、黒みが出てくるというようなね、そんな感じがします。ウエスで塗り広げると、私の過去の経験からすると、タオル地の方にそのワックスコート剤が吸い込まれてしまうので、タイヤの方にね、その塗り広げるという点においては、この、スポンジみたいにね、吸わないものの方がいいと思います。一応メーカーさんはね、マイクロファイバークロス等で塗り広げるくださいとは書いてありますが、この辺はね、ご自分で施工しやすい方法でいいかとは思います。スポンジはこれ、中にね、その液剤がね、吸収して取り込まれるということも少ないので、タイヤの方に塗り広げるにはスポンジがね、いいような気もします。でスポンジである程度塗り広げて、これもね、たくさんつければいいというような感じではないと思うので、全体的にまんべんなく塗り広げるというような、試しに
ちょっと一箇所強くたくさん塗っとくと、やっぱりそのムラになる可能性がねあるので、それ考えるとまあ薄く塗り広げるというようなね、そういう感じでいいと思います。そしてこのタイヤワックスはそうですね、油性というか油分の強いものは薄く塗り広げても、まあ妙なそのギラつき感とかね、そういうのが出るのも中にはあります。これ塗った感じではね、まあごくナチュラルな仕上がりになるんじゃないかなというような、そんな感じですね。スポンジで塗り広げただけなんだけど、その状態でもね結構仕上がり感はごく自然です。スポンジでまあ塗った後にウエスでね少し塗り広げるというか、それでちょっと伸ばしてみます。タイヤがやっぱねツルツル感が結構強いというか、ツルツルしますね。これ汚れはまあつきづらくなるかなというのはね、そういう気はします。全体塗り広げて、タイヤはねやっぱりいくら綺麗にしても、汚れというかこういうゴムの部分の付着があるので、ウエスも黒くなりますよね。まあ、タイヤを洗うコツとして、そんなにね強い洗剤でゴシゴシ洗うとやっぱりゴムの油分とかそういうのが、全てね取れてしまうと劣化が早まるということでもあるので、そんなに洗剤でね強くゴシゴシ洗うのはねしない方がいいと思います。まあ、結局その人のねお肌と同じようなそんな感覚でね洗った方がいいかと思います。それでじゃあ一応これでですね、タイヤに塗り広げた感じ、こんなような感じですね。光の反射というかその当たり加減によって少しね、見え方がね異なるというか、人によってその感覚変わってくるかなというような、そんな感じでもあるんですが、ごく自然な仕上がりだと思います。触ってみた感じは非常にツルツルしたような感じで、さっきのそのホイールコートと合わせてこのタイヤとホイールのね、汚れ付着の防止というか、そういうのに役立つかなと、そんな風に感じます。またタイヤの方の汚れの付着という点においても、ホイールの方のね、長期レポートみたいな、それと合わせて、また次回にお話ししてみたいと思います。はい、それではですね、今回はこのジェルボの、タイヤコート、こちらを施工してみました。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。